ディエゴ・コリアードは、ドミニコ会に所属するスペインの宣教師。1619年に、近況下の日本に潜入し、1623年まで滞在した。日本文典、残下録で、当時の日本語についての記録を残したこと、日本不況をめぐり、イエズス会との論争を引き起こしたことで知られる。聖のかな天気には、コリアード、コイアードもある。スペインのミアハーダス出身。 1604年、サラマンカのサンイエステワン修道院で誓願を立て、ドミニコ会に入会。アロンソでナバレーテ率いる、宣教団の一員としてフィリピンに派遣され、1611年にマニラに到着。ミンダネ島のカガヤンで宣教を行った。1619年、すでにキリシタン禁止令が出されていた日本に潜入し、長崎、有馬、マ、 大村一帯体で密かに布教活動を続けた。1621年にはドミニコ会日本館区長代理を務める。同年、教皇庁から長崎の26巡教者の列腹調査判事に任命され報告書をまとめた。このほか、日本滞在中にハシント・オルファネルの日本キリシタン教会主完成に協力した。平山津ネ事件で、 イギリスヒラド召喚に捉らえられていたドミニコ海同僚のルイス・フロレスの救出活動に参加するが1622年にフロレスは家計となり続いてカトリック聖職者、神徒の大規模な処刑が行われた。コリアード自身は難を逃れ大殉教の目撃者となった。同年11月に報告のために本を去ってマニラに戻り、さらにローマ教皇国に赴いた。 1623年にローマに到着し、列腹調査報告書を教皇庁に提出した。日本への布教の権利をめぐっては、ポルトガル系のイエズス会と、後から来たスペイン系のアウグスチノ会、フランシスコ会、ドミニコ会との間に圧力が生じていた。コリアードは、日本での迫害の一員に、イエズス会による長年の日本布教の独占を挙げ、 1624年に日本イエズス会に対する国訴状を提出、大論議を引き起こした。この一件は偽作であるということで、一応の落着を見たという。1628年にはイエズス会を批判する同志誌の書籍をスペインで発行し、上場から叱責を受けた。1632年に不協証書の許可を得て、日本文典、ラ・ニシビジ書、 残悔録を刊行した。これらは日本語三部作、コリアード三部作と呼ばれ、日本語史研究所を貴重な資料となっている。日本文典は、ラテン語で書かれた日本語の文法書、ラニシビ辞書は、ラテン語、スペイン語、日本語の大訳辞書である。残悔録は、日本人信徒の残悔を日本語とラテン語で記したもので、信徒の生活や風俗習慣を伺い知ることができる。 その後、どの管区にも属さない、選挙手団を率いて、フィリピンに渡り、1635年にマニラに到着。アジアを拠点とした、イエズス会に対抗する新しい教会組織づくりを、図るも失敗に終わる。スペイン国王の命によって追放され、帰国途中に乗船が遭難して死亡したと伝えられている。日本での出版については主要なもの。ありがとうございます。